はい、魔法の箱研究所の磯間です。当チャンネルではエフェクターをはじめ楽器機材のレビューを紹介しております。今日はこちらプロコラとですね、スモールボックスとラージボックス、しかも初期の個体ですね。スモールボックスに関して言いますと、ホワイトフェイスと言われるここのインディがね、白の本当に初期のものと、ラージボックスはトーン表記のもの、79年のものと聞いております。もう本当に貴重なね個体をお借りしましたので紹介していきたいと思います。で、実はこの2種類ですけども、つまみ、まあこちらね、あの真ん中のトーンにあったフィルターってなってるんですけど、まあ右回しにしていくとこもるで、左回しにするとまあエッジが立ってくるって、まあいわゆるトーンと逆の聞き方をするんですけども、ラージボックスのこの真ん中のつまみトーンは本当に右に回すとこういう気が出るような仕様になってます。今からちょっと鳴らしていくんですけども、つまみの位置同じでも同じ音が本当にしないんですよ。音を鳴らしながら、まあどんな風に違いがあるのかで、どういう風な感じで、似たような音になるのかとか、ちょっといろいろ検証していきたいと思います。で、使うギターは鈴鹿ギターデザインの、ツーハムタイプのギターシエラっていうギターと、アンプはシングルアンプのフェンダーバイブロバブで鳴らしていきます。で、このギターなんですけども、シングルコイルとハンバッカー切り替えできますので、基本シングルでまず鳴らしていきます。あと、つまみの位置なんですけど、スモールボックスの方がちょっとね、ディストーションの位置が真ん中でこんな感じでずれてるので、12時の位置でもちょっとこうずれてます。はい、なのでちょっとここだけ分かりにくいんですけども、ご了承いただけたらなと思います。はい、ボリューム以外を12時ね、真ん中の位置で、これちょっとずらしてない、説明したらちょっと違うのね、位置が本当に同じ位置でどんだけ違うか、まず鳴らしていきたいと思います。では、バイパス音から鳴らしていきます。ではラージボックスからですね。全然違うじゃないですか。なので、あのつまみ同じ位置はやっぱりちょっと難しいんですよ。なのでここは今はね、いろいろ触っていきたいと思います。まあスモールボックスのラットに関しては、僕もあの88年製のものを愛用してまして、やっぱりそれと操作感というか、だいたい雰囲気は似てます。ただやっぱ出音は、88年のものに比べると、このホワイトフェイスのものの方がやっぱ音太い感じしますしね、どこか原音感を感じるクリアさがあると感じてます。はい、だからまああとね、そうそう、ちょっとね原因が低めなんですよ、あの同じラットワンでも。なのでちょっとそこだけちょっとね雰囲気違うんですけども、だいたい僕がそのラットワン使う時に好きなセッティングで一度ちょっと鳴らしてみたいと思います。大体こんな感じで僕は使うのがラットワンは好きです。うん、まあ、ちょっとフィルターとねボリュームは調整することあるんですけども、大体このぐらいディストーション、クランチサウンドで使うのは基本やっぱ好きですね。で、ラットって、まあ、こちらもそうなんですけど、ゼロの状態にするとね、音量も小さくなるんですよ。なのでちょっと上げていくと、こう音量も変わるポイントがあります。まあこんな感じで音量グッと上がりますよね。で、ここから回していくと少しずつ原因が足されていくので、
まあ、こんな感じで、まあ、どっちもクランチやっぱりいい感じで作れます。今の聞いた感じだとラジボックスの方がね、こうちょっとマイルドな感じはするんですけど、やっぱディストーションとトーンのつまみで結構その辺感じ変わってくるんですよ。なのでまあそこは適宜ねこう調整していくことが必要ではあります。でちょっとトーンも触ってみますね、ラジボックスの方。クランチセッティング作っておくと、まあ、ギターボリュームだけでクリーンクランチ作れて、まあ、僕は結構好きなセッティングです。はい、で、似たような感じになるのかちょっとやってみますね。若干違いはあると思うんですけど、なんか雰囲気的にはもう大体似たような感じになります。僕が弾いた中で言うと86年ぐらいかなのものは大体こういうニュアンスがありますよね。音太くて割とこうディストーションを下げた時のこうなんていうんですかね、クリーンクランチの幅が広いと言いますか、うん、で重心がやっぱちょっと低い感じがするんですよね。僕持ってる88年製のラットワンは割とこうハイとかハイミンとかがこうかっていう感じで、まあそれはそれで僕すごい好きで、愛用してるんですけども、まあ、それよりはちょっと重心が低くてこうどっしりした音がちょっとする印象を受けます。で、ラージボックスに関しては、どちらかというとね、こうプレーンゲー今もちょっとさっき弾いてたんですけど、なんか締まりのあると言いますか、ボワッとしないで芯がしっかりしてるっていう印象を受けますね。であとはこうアンプにつないでバッと鳴らした時に割とこうアンプの延長線上にあるような音作り、まあラット自体がそういうのはできるんですけども、まあ、ラージボックスの方がそのニュアンスはちょっとあるのかなという、気はしますね。ホワイトフェイスのものもできるんですけども、なんかそう素直な感じっていうのはラージボックスあるように感じます。では、次にもうねちょっと振り切ってトーンとディストーションを振るかにして鳴らしてみたいと思います。今でディストーションと、トーン、こっちはディストーションとフィルターですね、全開の状態ですね。これ一回鳴らしてみます。ファジーでねかっこいい音がどっちもします。ラージボックスの方が
やっぱこう6弦っていうんですかね、低い方の弦弾いた時にこうやっぱちょっとこの膨らまない感じがするのと、やっぱちょっとこうチョーキングとかした時にも芯がある感じが少しすると思うんですよ。まあ、実際こう僕今弾きながら耳で聞いてる分はそういう風に体感するんですけども、でその違いがやっぱりその基本的な部分の個性にあるかなとは感じました。で、あとはもう基本的にもう各々ね、こうやっぱ僕こう今弾かさせてもらってて、どっちもやっぱ好きなポジションっていうか、やっぱこう使うよねっていうのがあって、でちょっと一緒に鳴らしてみます。こんな感じでやっぱ使うのも好きですかね。かもうあえてね、もう手元絞らずに、ガッツしこう普通にディストーションとして使うっていうのもできますしね。はい、ラットはいいペダルやと思います。で今アンプは割とこうクリーンな感じにしてるんですけど、もちろんアンプで歪ませて、ブーサーとして使うこともできます。はい、その場合は、まあ、フィルターね、ちょっとこう上げ気味にしてとかでも使えますしね。でギターボリューム絞ると、本当にこもらず音立ってきたりするので、本当にその辺はね、鳴らす環境というか鳴らしたいイメージで セッティングしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、あとそうですね、両モデルに一応言えることが、やっぱディストーション絞った時のクリーンクランチのところがやっぱすごく美味しいポイントがあるので、ただ単にディストーションペダルって使うんじゃなくて、まあ、それこそプリアンプっぽい感じでも使ってこともできますし、本当にアンプをプッシュするブースターとしても使えるんじゃないかなと。で、割とこのホワイトフェイスのね、ラットワンに関して言うと、本当に音がちょっと太い感じがするので、ブースターとして使うんだったら結構僕は好きなんですよ。で、本当に踏みっぱなしで使うんだったら、自分が愛用した88のラットワンとかは使い勝手が良くて愛用してますし、でラージボックスに関して言うと、今実際触っててもそうなんですけど、結構ねその癖はもちろんあるんですけど、なんかやっぱ音作りしやすいんですよね。こうつまみ触ってちょっと一回鳴らしながら触ってみますけど、例えばこんな風にしたらね、こう軽くちょっと歪ませてブーストみたいなのもできますし、こうトーン下げてあげればね、こうアンプで鳴らしててオンにした時にちょっと加工感みたいなのが少ない気がするんですよね。でそこの、幅というのは、まあ、ラージボックスは広いと言いますか、まあ、そのアンプっぽいっていうね話も聞きますけど、やっぱそういうとこにこう由来すると言いますか、感じられるのかなっていうのは弾いて思いました。うん、これは独特と言いますか個性だと思いますね。で、せっかくなんでね、もうちょっと触りながら弾いていきたいんですけども、ちょっと鳴らしながらね、ちょっとつまみいじっていきますね。例えばトーンゼロでもね、もう結構使えますよね普通に。で、ね、もうこうちょっとね、さらに上げていくとまたこうエッジ立ってきますよね。
でこう手元絞った時、ギターボリューム絞った時に音をちょっと立たせてあげればトーンを上げてやればいいですし、まあ、ボリュームもそうなんですけどね、まあ、その辺ちょっとこう左右に、ね、相互に触りながら音作りはしていきます。で、同じような感じちょっとこっちもねホワイトフェイス鳴らしていきます。ラージボックスの方は今トーンもこれほぼマックスに近いんですけど、上げてもうるさくないのでこう使える範囲が結構あるというか、まあその分かりやすいですね。やっぱり上げても全然、例えばこうすごいシャリシャリ言うわけでもないし、音の芯はしっかりなってる感じ出ますよね。ホワイトフェイスはまあこれ好みもあるんで一概に良し悪しはないんですけど、大体まあこの辺ぐらい、こっちはもうもっと弦上げた時に上げるかなっていうところなんですけどね。なのでこう案外79年、本当に78年か79年に発売したので、本当にこう世の中にラットというものが出てきた時の初めの頃のものなんですけど、もうすでに考えられて作られているなっていうか、まあ全然今使っても使えるペダルだなっていうのは感じますね。はい、まあ、そこは素晴らしいなというふうに思いますよね。でホワイトフェイスはホワイトフェイスで、まあ音量もある程度もちろん稼げますし、やっぱりそのフィルターのかかり方がこうマイルドにかかるし、鋭くもかかるところの塩梅がよくはやっぱできてるというか、バランスがいいですね。ただこれ個体差もあるんでね、ラットって、あのラット好きな方はご存知だと思うんですけど、例えば同じ年代でも音が違うとか割とザラにあると思ってまして、僕も愛用してる88年のもの、もともと友達のものだったんですけど、今は譲っていただいてはいるんですけどね、当時まだやっぱその子も使ってはったんで、自分も同じ音がするラットが欲しいと思って何台か買ったんですよ、ラットを。なかなかね、あの同じものがなくて、で最終的に、シリアルがめちゃくちゃ近い、100番違わなかったかな、だいぶ近いラットやったら音近かったんですよ。で中のパーツ見たら、割とこう構成が近いとかね、いやそういうのだったら近しい音出てたんですけど、なかなかそんなね都合よくシリアルが近いものって見つからなかったりもするので、だからこう難しさもあるなと。結果僕はね譲っていただいたんで、一番初め好きだったねこの持ってるこのラットワンをずっと愛用してるんですけども、まあそういう個体差とか年代による違いなんかもあるので、まあ、ハマるとなかなかね、今は特にラット高くなっちゃってるよね、昔に比べると。なのでなかなかねこう買っては売って買っては売ってってしにくくなっちゃったんですけども、まあその負荷を追いすると危ないっていうのも正直とあります。ただまあラットはラット
そうなので、まあ、さっき僕もいろいろつまみ触って同じような音にならへんかってやってたんですけど、本当にもうざっくり言えばちゃんとこうラットのサウンド、特にラット1とラット2とかで考えると、まあラット1ならラット1のやっぱサウンドはするので、まあ細かいことを気にしなければ大丈夫という場合もあると思います。僕はその辺がやっぱり当時買ってる時すごい細かいとこ気になったのでいろいろやったんですけど、結構ほんとフィルターとかディストーションボリュームの操作っていうんですか、設定である程度寄せることもできたりとかするので、まあその辺は人によるかなと思いますけど、まあ深追いはしない方がいいなっていうのはお伝えしておきます。まあなかなかねこの時期のものって僕も本当に今回初めて弾いたんですけど弾けないのでね、本当に貸してくださったね方にはもう感謝しかありません。ありがとうございます。もしね弾く機会があればね、やっぱぜひ触ってほしい年代のペダルといいますか、やっぱ体感してみられると一番いいですね。でラットが好きな方はもちろんなんですけど、今弾いても普通に結構使えちゃうんですよラットって。また概要このところに貼っておきますけどね、その僕もラット結構弾いてるんで、まあ、他の年代の部分もあるし、クローンモデルみたいなのでも結構良かったりするものがあるんで、まあ、そういうのからでもいいので試してもらえるとね新しい発見があるかもしれないなと思います。はい、最後まで長い時間お付き合いいただきありがとうございます。動画良かったら参考になったらという方はぜひチャンネル登録といいねお願いいたします。じゃあそんな感じでまた次回ご覧になってみてください。ではまた。